名将、上杉謙信の養子であり、美青年としても名高い、上杉景虎。彼の26年間の人生には、ドラマチックな物語がありました。景勝の姉、宝明家慶院との結婚。養子同士ながら、兄弟仲が良かったとされる、景虎と景勝。しかし、謙信の死後、二人に待ち受けていたのは、悲しき後継者争い。景虎に待ち受ける悲劇とは、49年、一睡の夢、一気の映画、一杯の酒。人の一生は短く、まるで一眠りの間に見た夢のように短く儚い。この世の映画も一杯の酒と同じようなものだ。これは越後の虎、上杉謙信が最後に残した名言です。悲劇の美青年、景虎は最後の瞬間に人生にどんな意味を見つけたのでしょうか。景虎ゆかりの地である妙高で、上杉謙信の名言とともに、景虎の駆け抜けた儚い生涯を追いかける謎解きツアー。専用アプリをダウンロードして楽しみます。